なあ、え、はあ、え、いや、終焉を見るのでありましょうか。リング中央に陣取る藤本、キックや関節技などの真じまえた。カーボンス。静かに藤本に近いの間がまるで開国を迫るペリーを思わせます。このプロレス界の未来を占う。消え去るぜ。やるんか。誰よお前、何しに来た。黙っとったら何も分からんで。
私関係ない。リさんの着替え取りに来ただけ。リの着替え、ほなお前ここの店長の居所知っとるのか。リはどこにおる、無事なんか。リさん今私の病院いる。なんや、おっさん医者か。この辺りの中国人みんな私の病院来る。李さんも昨夜駆け込んできた。そんな病院どこや。いや、でも俺は李の味方や。先生、あんたここにおった誠という女知っとるか。誠知ってるよ。李さんあの子のこととても心配してる。俺はその女に頼まれてリーに会いに来たんや。せやからあんたの病院どこにあるか教えてくれ。はよ言わんと痛い目見るで。わかったよ。私の病院小福町西にあるジャンバラヤってジャンソー。私いつもそこで患者見てる。ジャンソーで病院、闇医者っちゅうことか。もう言っていいか。いや、俺が探しとることリーには内緒なんや。しばらく寝とれ。そろそろ来ると思っとったで。案外遅かったやないか。なんやと。そない怖い顔すんなや。あんた俺が来ることお見通しやったっちゅんか。まあ想定の範囲内やな。わしをただのハリシと思わん方がええで。ゴッドハンドやさかいな。ああ、あかんあかん。そんなん通るわけないやろが。そのとん、当たりや。うわ、そりゃないよ、リーさん。お前、下手すぎや。もうそこの新顔と変われ。あんたもええやろ。せっかくこないなところまで来たんや。わしは一度な、殺し屋っちゅう人種と、麻雀打ってみたかったんや。怪我人にしちゃ元気そうにしとるやねんか。アホ抜かすな、死ぬほど痛いわ。腕が動かへん。あんたと変わってやりたいわ。あんたあの女がどないなったか聞かんのか。誠が死んどったらわしを探す理由なんてあらへん。生きとんのやろ。お前まだいっぺんも人殺したことないな。顔見りゃわかるんやで。一線越えんで踏ん張っとるっちゅうとこや。人殺せん男がなんで殺し屋なんかやっとるんやな。顔見ただけで何がわかるっちゅう。ホンドレみたいなアマちゃんが生きったところで誰もビビらんでいい。わしにはわかるんや、なんでも。それ論や、悪いな。誠は怪我しとらんのやろな。なあ、女は無事や、安心せえ。
そうか。そしたらあれか、お前がここ来たんは自分が生き残る策を探ろうっちゅうことか。下手打った殺し屋が雇い主に殺されんようにな。言うとくけどな、俺はまだあの女殺さんと決めたわけやない。俺以外にもあの女狙ってた連中がおったな。あんたの体に銃で穴開けたヤクザどもや。それがどないした。奴らはなんであの女狙うとる。そんなもんお前の雇い主に聞けや。そいつも誠狙っとんのやろ。女が狙われとんのはお前らがコウモリの入れ墨嗅ぎ回ってるせいなんとちゃうか。さあどうやろな。リーさん大丈夫だったか。応援かき集めてきたよ。そいつリーさん狙ってる。ふん、なかなか楽しかったで。まだ話は終わっとらん。俺が敵か味方もわからんやろが。それでもやるんか。敵か味方かわからんのやったら殺した方がマシや。それがこの町の中国人の流儀やで。聞く耳持たんちゅうわけかい。お前ら遠慮はいらんで、ぶちかましたれ。なるほど、出来損ないの殺し屋っちゅうわけでもないか。バラスキはない。あの女が何ことから何も聞いとらんのやな。あの女がお前に聞け言うたんや。あの子は自分の口から言いたないだけや。どういうことや。あの子はな、コウモリの入れ墨の男のせいで目が見えんようになったんや。何？誠は2年くらい前初めて大阪に出てきた。身寄りも行くあてもないただの18歳の女の子でな。住み込みのホステスやったりいろんな職を転々としとったらしい。せやけどそれは蒼天堀の裏社会にとっては格好の餌食やった。格好の餌食？せや、誠に近づいてきた悪い男がおってな。口八丁で誠に身寄りがないこと嗅ぎつけると急に人が変わったそうや。あの子が逃げられんようどこぞの俺に監禁した。そいつは何の目的でそないなこと。金や。金に決まっとるやろ。コウモリの入れ墨の男は誠を金で売り飛ばしたんや。ある韓国系の組織にな。そっから毎日あの子が朝から晩まで何させられとったかは皆まで言わん。ただあの子の目が見えんようになったのはそれが原因や。極限状態のストレスから来る心因性視覚障害。火も刺さんような暗がりで
あの子が自分の目で最後に見たんが、そのろくでなしの腕にあるコウモリの入れ墨や。けったくそ悪い話や。そんな誠をわしが拾ったんが、つい半年くらい前や。あんたらはその復讐のためにコウモリの入れ墨を探し回っとるっちゅうわけか。誠は自分と同じ目に遭うやつを他に作りたないんやと。なんやったらわしが確実に殺したるけどな。コウモリの入れ墨皮ごと剥ぎ取ったる。けどこれで分かったやろ。言うてもコウモリの入れ墨は街で自分の顔さらして女さらう程度の小物や。そいつが今誠の狙われとる理由とは思えん。チンピラに雇われてあないぎょうさんヤクザは動かんやろ。せやったら他に心当たりはないんか。ないな。わしの話はこれでしまいや。あの女は小福町通りの春ビルの中におる。オデッセイいう店が倉庫に借り取る場所や。お前わしに誠返してもうてええんが。誠のこと殺さんで雇い主とどないなしつけんねん。殺されんでいい。それに誠も結局代わりの殺し屋に追われるだけや。せやったらどないせっちゅうねん。逃げきれんこともないで。せやけどそれは劇薬地味た手や。大事なもん守るためにはそれに見合う犠牲が必要になる。あんたの協力も必要や。俺の協力？せや。ただわしの考え聞く前にやるかやらんかこの場で答えてもらわなあかん。でや、どんなことでもやるか。そんだけの覚悟があんたにあるか。どの道このままやったら俺はしまいや。やるかやらんか聞いとるんや。どうなんや。ええやろ。やっとるわ。そうか、わかれ。キャバレーグランドや。夜になったらそこにおる。俺はそこの支配人や。ほんまか。あんたがあのグランドの。飲み代は心配すな。俺のおごりや。ふん、わかった。とにかく夜になったら連絡する。あんた名前は？真島五郎や。殴らんといて。反省してんね。迎えに来てもらおうと。お、おい、急がない方。だってたまらんね。やるんか。
来てやる。おとなしくしとったか。リさんはどうでした？無事や。あいつは一発二発撃たれたとこで死ぬ弾やないな。ピンピンしとった。そっか、よかった。でもそれじゃあの話も全部聞いたの？ああ。長いことえらい目に遭ったんやな、お前。いや、今も似たようなもんか。自分殺しに来た男とボロい倉庫に缶詰めや。けどコウモリの入れ墨のことは多分お前が狙われとる理由とちゃう。リーもそう言うとった。そう、辛いこと思い出させたな。少しやけど俺もお前に似たとこがあるんや。俺は片っぽだけやが目が見えん。それだけやない。いつ死んでもおかしない場所で俺も長いこと監禁されとった。え？お前に比べたら天国みたいなもんやるけどね。俺には片目残っとった。お前よりだいぶマシや。こんなん言うても慰めにならんか。その女や、かえって余計なこと言うたな。あ、せや、腹減ったんとちゃうか。なあ、昨夜から何も食うとらんもんな。大丈夫。アホ、大丈夫なわけないやろが。腹減っとるからそんなに落ち込むんや。元気ない時は食うに限るでな。
すぐ食うもん買うてきたる。なんか欲しいもんあるか。それならたこ焼き。なんや、やっぱり腹減っとるんやないか。わかった、ちょ待っとけ。ええな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ございました。いらっしゃいませ。
似合ってあ、いらっしゃいませ。え、あ、いらっしゃいませ。え、いらっしゃいませ。ありがとうございました。はい。いらっしゃいませ。その顔が気に食わん。後悔すなや。申し訳ございません。申し訳ございません。おい、魚は殺すぞ、これ。行くで。
おう、買うてきたで、たこ焼きや。ありがとう。少しは落ち着いたんか。うん。でもお腹空いた。それでええんや。人間腹に物を入れんと力が出ん。待っとけ、今食わしたるわ。あの、あ、あなたは目どうしたの？ん？その片目がなんで見えなくなったのかなって。ああ、俺の場合は怪我っちゅうかな、事故みたいなもんで、もう完全に潰れてもうだ。そんな。もう一つの目は残っとる。別にそれで十分や。かわいそうな。あうか、お前の方がよっぽどやろ。私の目は心因性だからいつか治るかもって。リーさんが。そうなんか。なら望みはまだあるっちゅうことやな。よかったやないか。でもあなたの目は。もう慣れとる。そない不自由しとらんわ。せいぜい男前が台無しになっただけや。男前なんだ。目が揃っとったらな、お見せできんのが残念やで、ほんま。残念。少しは笑えるようになったか。うん？なんやお前、時計しとるんか。見えへんのに決対なやっちゃまあね。でも可愛いでしょ。せやから見えへんのやろうちゅうとるやろんが。まったく。分かってるよ。でもね、これオルゴールの曲が鳴るの。それがまた可愛くって癒されるんだ。うん、どないな音や。今はならない。だって時計が壊れてるから。なんやねん。でも捨てられないものってあると思わない？他人から見れば全く意味がないけど、自分にとってはなんだかすごく大切っていうか。目が見えなくなって、時間もわからなくなって、時計も壊れて、音も出なくなって。だからわかってるよ、そんなもの必要ないって。でも私がまだ元気だった頃の証なの。それを捨てちゃったら私は本当に。お前。でもまたあのオルゴールの音聞いてみたい。わかるで。え？捨てられんかったら持っとりゃええ。持ったらきっといつかええことある。いつかいいことか。ん？どないした？やっぱり違うよね。そんなものにこだわってるから、いつまで経っても私には現実が見えてないんだ。おい。いいの、ありがとう。あなたの気持ちは嬉しいよ。感謝してる。そうやない。お前が必要やと思うんやったら必要なんや。本当にそう思うんやって。大丈夫。私
強くなる。強くならなきゃ。アゼア、まだ言うとらんかったけどな、リノさんはなんややることがある言うとったわ。それが済んだらここに迎えに来させる。それまでもう少しの辛抱や。どこか行くの？そろそろ仕事の時間なんや。佐川って名前に聞き覚えあるか？近江連合の極道や。知らない。そうか、佐川も誰かに頼まれただけかもしれんな。けどなんでお前みたいなんが極道に狙われるんや？あなたはその佐川って人に脅されてるの？似たようなもんやな。けど俺はお前を殺すことで褒美をもらえることになっとった。東条会に戻れるっちゅうな。東条会？あ、いや、お前は知らんで英語で。じゃあもしこのまま私を殺さずにいたら、あなたはそのヤクザに殺されるの？大丈夫や。リーのおっさんがなんや考えがある言うとった。うまくいったらお前も俺ももう殺されんで済むっちゅう話や。本当に？お前んとこの店長やろ、信じたれや。ほな、仕事が終わったらまた来るで。ええな。邪魔や。信じられへん強さ。痛いでっか？糸。
戦争とも呼ばれる近本プロレス対新ダブルークの長さ。あの、いかがですか、お客さん。ちょっと遊んでいかれませんか。お？私、この店の店長のヨーダと申します。今なら当店ナンバーワンの女の子をおつけできますよ。いかがです？この店はキャバレーか？いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか。ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんねん。でしたらこの機会にぜひ。楽しいですよ、キャバクラ。わかった、案内頼むわ。その代わりちゃんとナンバーワンの子つけてくれ。もちろんです。さあどうぞこちらに。お客様、お待たせしました。ん？当店ナンバーワン嬢、ゆきちゃんです。どうも、ゆきです。よろしくお願いします。おう、よろしくな。それでは乾杯しましょうか。おう。乾杯。あの、すみません。私こんなんで。いや別にいいけど、でも。ほんまにあんたナンバーワンなんか？ええ、一応。ただこの店に在籍してる女の子、私を含めて3人しかいないんですけどね。3人？ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。はい、ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど、ファイブスターが現れてからはずっとこんな感じで。ファイブスター？なんやそれ。蒼天堀ファイブスター。蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です。彼らが蒼天堀に出店してから、この辺りにたくさんあったキャバクラはどんどん閉店に追いやられてしまって。閉店ってどうしてや。そんなに人気なんか、そのファイブスターっちゅうやつらの店は。もちろん5店舗はどれもすごい人気です。ただ閉店に追いやられた理由はそれだけじゃなくて。それだけじゃない？なんや。簡単に言うと嫌がらせですかね。嫌がらせ？もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。ん？毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり、営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方卑怯ですよ。失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんです？ないでしょう。なんやあいつ。あれがさっき言った蒼天堀ファイブスターですよ。ほう、あれが。あいつは蒼天堀ファイブスターの一人、クラブマーズ店長の
日野という男です。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で、近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです。ほう。証拠なんかないけれど、あんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう。うちの店が立ち退けば、この蒼天堀のキャバクラが全てファイブスターのものになる。あんたの狙いはそれなんだろう。なんだ、そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。もちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよ。ただこれ以上立てつくようなら話は別ですがね。こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ。悪い話じゃないでしょ。断る。あんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだ。あんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させない。さすがはかつて人気店だったサンシャインの店長。他の店のように簡単には落ちないみたいだね。まあ今日は引き上げましょう。ただ次会う時には結論を聞かせてもらいます。な、何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。はあ、頑固ですね。まあそう言わずにまたご挨拶させてくださいよ。ああ、そうだ。そういえばあなたの娘さん、東京に住んでいらっしゃるんですね。いやー、可愛くてびっくりしましたよ。いやー、それにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんがもし万一誰かに襲われたりしたら。お前、娘に何かする気か。さあ、私は別に何も。ただそういうことをする輩がいないとも限らないですよね。このご時世ですから、くれぐれもお気をつけて。ではまたお伺いしますゆえ。くそ、私はどうすればいいんだ。店長、どうすればいいんだろう。いろいろ大変みたいやな、店長。あ、お客さん、すみません。お恥ずかしいところをお見せして。気にするな。それにしてもなんなんや、あいつ。蒼天堀ファイブスターだったか？なんであんたの店をそこまで狙ってるんや。蒼天堀ファイブスターは、お互い手を組んで、蒼天堀のキャバクラをすべて、自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともと蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべく、たくさんの店が出店していて栄えていました。しかし彼らファイブスターは手段を選ばず、金を使った引き抜きや嫌がらせ、暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきました。その結果、蒼天堀に残っているキャバクラは彼らの5店舗とうちだけになってしまったんです。なるほどな。そうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわな。しかしなんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんよ。詳しいことは分かりませんが、噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。キャバレーを潰す？はい。なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大型店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り支配することで、そこに渦巻く金や利権、
人脈などをごっそり手に入れたい。だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することでキャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思います。なるほどな。キャバクラだけでなくキャバレーまで独占できれば実質的に街全体を支配しコントロールすることも可能かもしれん。ええ、でもそんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきません。あいつらに屈することだけはしたくない。でも度重なる嫌がらせと圧力で正直営業どころじゃなくなっていまして、お店もこの通りひどいものでしょう。まあお世辞にもいい状態とは言えんな。これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは一二を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続でお客さんも離れてしまいましたし、女の子もほとんど引き抜かれてしまいました。このままではいずれにしても近いうちにうちの店は潰れます。もうやつらの要求を飲むしかないんですかね。あんなやつらの悪事に苦してしまうのはすごく悔しいんですが。しゃあないな。店長、俺が手伝ったるわ。え？実は俺はファイブスターが狙っているキャバレーグランドの支配人なんや。グランドの支配人って確か敏腕と噂のあなただったんですか。まあな、俺としてもそのファイブスターとかいうやつらにこれ以上力をつけられても困るし、何よりもまずそいつらのやり方が気に食わん。俺と一緒にこの店を立て直してあいつらを逆にぶっ潰したので。いいんですか？グランドの支配人さんがこんな寂れた店に協力してくださるなんて。困った時はお互い様や。それに俺もキャバクラ中業務形態に興味もあるからな、いろいろ勉強させてもらうで。 ありがとうございます。お客さん、おっと、自己紹介がまだやったな。マジマや、一丁頑張ろうで。真島さんですね。何卒よろしくお願いします。ああ、ええ、何やって。ええ、
それじゃあ。はい。うん？うん？はい。うん。それじゃあ。趣味の話ですか？私の趣味の話をすればいいですよね。ああ。趣味ですよね。何かあったかな？趣味。あっ。ん？はい。私、無趣味でした。おいおい。だって私本当に無趣味で、あ、趣味と言っていいのかわからないですけど、毎日日記を書くようにはしてますよ。ふん。今日どんなことがあったとか、何を食べたとか、盆栽の成長記録とかですかね。なるほどな。真島さんでも人を褒めることがあるんですね。ん？そうですか？私、真島さんに褒められたことなんてほとんどないですけど。うん。あ、私が褒められるべき人間じゃないって言いたいんですか？真島さん、本当一言多いですよね。うん。ですよね。なんか私なんかが急に話しかけたら逆に失礼な気がして。いや。でも私、お客さんとどんなこと話したらいいかわからなくて、どうすればいいんでしょう。それじゃあ。褒める？顔とかを褒めればいいんですか？ああ。うわあ、今私真島さんのこと生まれて初めて尊敬できましたよ。伊達に変な眼帯してませんね。ちょい待てよ。え、あれ、精一杯褒めてみたつもりだったんですけど。うん。何言ってるんですか？私だって特技くらいありますよ。ん？ですね、よくお年寄りに好かれたりしますよ。なるほどな。そうですか。孫っぽいかはよくわかりませんが、昔からおじいちゃん子ではありますね。ふん。ありがとうございます。じいさん以外もできればいいんですけどね。苦手なことたくさんありますけど。もう失礼ですね。そうですね。え？それはですね、そうだ、苦手だからこそですよ。ここで働いたら男の人への免疫が高まるんじゃないかなって。ん？嘘じゃないです。
嘘だって言うなら嘘って証拠見せてくださいよ。まったく。うう、精進します。疲れ。はい。
いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。お待ちしてました。いいねいいね。いらっしゃいませ。どうぞ。ご延長はいかがでしょう。楽しい。ありがとうございました。嬉しいわ。嬉しい。やった。いらっしゃいませ。どうも。どうぞ。よろしくお願いします。美人さんだな。嬉しいわ。お願いします。お願いします。ゲストグラスです。めっちゃ嬉しい。フィーバーするで。かわいいね。嬉しいです。素敵だよ。楽しい。お願いします。ありがとうございます。素敵だよ。素敵やな。嬉しいわ。ありがとうございます。アイス公開です。ありがとう、真島さん。ようこそ。また来たよ。お願いします。盛り上がってきた。お待たせ。かわいいね。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございます。
いいね。素敵だよ。盛り上がってきた。いいね、めっちゃ嬉しい。盛り上がってきた。楽しい。やった素敵だよ。ようこそ参戦、ごゆっくりと。かわいいな。サンシャインにようこそ。お願いします。めっちゃ嬉しい。こちらになります。お願いします。ありがとうございます。やめてください。サービスいたしますので。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。いらっしゃいませ。よろしく頼むよ。こちらにありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。
か？ムカつくわ。邪魔や。支配人、すみません、よろしいですか？あ？ホールのお客様が支配人とお話ししたいと言ってるんですが。どんな客や？どうも日本人じゃないようです。多分中国人の。背が低くて少しくたびれた感じの。支配人、いかがいたしましょう。すぐ行く。どこのテーブルや？ご案内します。支配人、こちらのお客様です。お呼びでしょうか？ああ、私ね、支配人さん。ジャンバレーの闇医者、なんてやったんか。グラントいいお店、全部支配人さんのおごりね。おい、ここはもうええ。俺がこのお客様の相手する。それとこちらの患者は俺持ちや。頼むで。かしこまりました。昼はすまんかったな。あんた怪我しとらんか？ああ、いいよ。もうこっちの方が人数多かったし。あなたほんと強いよ。リーさんも顔負けねえ。
おい、酔っ払う前に余計言えや。その理由はどねした。ああ、そうそう、私李さんのお使いで来たよ。李さん、あまりこういう店で顔をさらしたくない。だから私、伝言頼まれた。伝言？大丈夫、私まだ寄ってないよ。リーの電話ないや。ああ、あなたこれからすぐ店抜けられるか。なあ、なんで？お店出たらあなた自分の家に向かう。支配人さんの家ここから遠い？いや、蒼天堀沿いや。ああ、ご都合ね。リーさん、あなたが家に着いたらそこであなたに声かける。李さん、お店から出たあなたのことどこからか見てる。俺のねぐらを突き止めたいっちゅうわけか。私、伝言伝えるだけ。よく知らないよ。そうか、わかった。あんたはこのまま好きなだけ飲んでいけ。本当？いいの？さすが太っ腹ね、支配人さん。私あなた大好きよ。マジマ、やっぱりや。どっかで見た顔や思とって。グランドの支配人マジマ五郎、昨夜は世話になったな。マコトちゃん、どこ隠したんや！お前ら。女さらいに来た連中か。何？そっちから顔出してくれたんか。どれ、余裕かましよって。何笑とんねん。なんであの子が狙われとんのか、これでやっとわかる思うてな。舐めとんのか。昨夜は油断したけどな。今日はそうもいかんで。もうわしらもなりふり構ってられんのや。国道を舐めとったらあかんでくれ。Let's go!
し。ごついね、何なんやお前。逃げんな、俺に用があったんとちゃうんか。くそ、こっちも聞きたいことがあるんや。きっちり答えてもらおうか。店の前で何やってんだ支配人。佐賀は何かトラブルか？らしくねえな。お前さんが店のすぐ近くで暴れるなんてよ。ん？別に何でもあらへんわ。なら店をおったらかしてどこへ行く気だ。牧村誠は見つかったのか？まだや。へえ。けど昨夜お前ねぐらに戻らなかったそうじゃねえか。でてっきり牧村を見つけたかと思ったんだがよ。今探しとる途中や。昨日の今日や。まだ時間はあるやろ。まあな、見つかっちまえばあとは殺すだけだもんな。でも早いに越したことはねえ。ならもうええでか。無駄話しとる暇ないんで。無駄話ってことはねえだろ。こいつはほうれん草だ。え？報告、連絡、相談、上司と仕事するときのいろはだろ。ほうれん草。せやったら報告と連絡は以上ですよ。相談はねえのか？あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとくわ。はあ。
Ugh.